PTS コンサルティングジャパンはですね、イギリス日本社を持っています PTS コンサルティングの子会社なんですが、基本的には世界中のお客様の日本支店、日本のビジネスをしているお客様のコープルインフラと言われる部分に対してプロジェクトマネジメント、あるいはビジネスコンサルティング、常駐型のサービスなどを行っております。社内に常駐している人間が約3分の1、社外で活躍している人間が3分の2ということで、どうしてもコミュニケーション、日々のコミュニケーションがなかなかうまくいかないケースが、よく見られるということが、会社の課題としてあるんですね。LINE ワークスというものがですね、今回導入できるということで、これを使うとですね、感覚的に、チーム同士、あるいは自分たちで自由にグループを作ってコミュニケーションできるということが分かりまして、これをお勧めたいなということでですね、導入させていただきました。弊社のエンジニアはクライアント様先に常駐させていただいております。以前まではメールでのコミュニケーションが主でしたので、こちらから一方的に連絡をするといったことが多かったのですが、現在は双方向のリアルタイムの双方向のコミュニケーションツールを使っておりますので、現地にいるエンジニアからのですね、判断ができないシーンとかをリアルタイムで連絡をもらってオフィスの方からバックアップをしているという現状でございます。ユーザー登録等はすべて CSV 形式で一括ロードできましたので、その点に関しては大変スムーズにユーザー登録することができました。複雑なトレーニングマニュアルとかですね、ユーザーを集めてトレーニングをするといったことを一般的にはやらなければならないんですが、今回はもうびっくりするほど問い合わせがなくてですね、逆にこれでいいのかなと思ったぐらいだったんですけど、実際はもうすでにみんなスムーズに使い始めておりました。Team member communicates sometimes English, sometimes Japanese. So chance for miscommunication sometimes happens. So you know, in the line, it's easy to add the stamp or add some joking or add some serious element or something. So it's very useful. People can understand the true feeling very quickly.以前はフューチャーフォンを使っておりましたけれども、今回 KDDI 様の契約更新時にスマートフォンと LINE の混合のプランをご提示いただきまして、コスト面でもほとんど上がることなく同じような金額で使うことができるということなので、それが大きなメリットとなって今回導入を決めました。まずまだ全員が参加できていないという点がございますので、それをまず大至急進めるというのが第1点です。第2点はグループがまだ、こちらが設定したグループではあるんですけど、もう少し皆さん自由活発にいろんなグループをチームたちで作って、日々のコミュニケーションをしていくということですね。それができるようになってくると、さらなるコミュニケーションできるのかなと